みなさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いや、なんとですね、森さん、はい、松本ななみさんに、本日も来ていただいております。ありがとうございます。年内最後ですからね。再生女王ですから。そう、そしてね、松本さんとお届けしたい企画がございます。お、なんだ。お、一人組でチャンピオン決定戦です。お、俺も聞きたいですわ。ひどいんですよ、この番組のね、スタッフさん、俺に台本見せてくれないですよ。のりさんいいから、のりさんはいいからさ、絶対俺に見せてくれないのよ。俺も初耳なんですよ。じゃあ説明しますね。はい。今年ご出演いただいた女優様たちに、うん、一人組手をお伺いしておりましたが、うん、一番一人組手をした女優さんを発表したいと思います。うんうん、これどういうこと、どうやって調べるのよ、そんな。確かに。いや、ちょっといろいろ番組調べで、調べで、はい、では第3位から発表したいと思います。1年間で365回、八尋舞さん、加納由良さん、木下リリ子さん、鏡沙羅さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ツッコミどころが多すぎなんですけど、ごめんなさいね。1年間365日、はい、ということは365回、1日1回、はい、しかもそれが4人でしょ。そう、しかも第3位3位なの。私の中ではこれでも1レベルなんじゃないかと思って。1位でしょと思ったけど、うん、違うみたいです。やっぱすげえんだな。やっぱ裸一貫ってやっぱりレベルが違うんですよ。本当だよね。すげえ人が来てるんだな。それでね、ごめんなさい、すいません、今年は366回でした。あ、ウルードスだ。いいよな、細かいこと。そんな細かいことはいいんだよ、別に。いいよ、ね、ごめんなさい。ウルードスはいいですよ。それでは、第2位を発表します。はい、はい、1年間で約1000回されたのは坂市みるさんです。ありがとうございます。みるさん、すごい、1000回、4桁いっちゃいましたね。1000回。坂道みるさんは大体1日3回とのことでしたので、しない日もあるということで、数名で1000回とさせていただきました。惜しくも2位。いや、2位って1000回ってこれすごい話ですよ。それだけやっぱりやられてらっしゃるっていうのは体にいいんでしょうか、悪いんでしょうか、わかんないですけど。あ、でもいいことなんじゃないですか。いや、いいと思いますよ。うん、あ、そう。エロいですもん、やっぱ。ね、ミルちゃんの。あ、そう、やっぱ常日頃の、やっぱり継続は力なりのエロさってのはあるんですね。まだこれ2位ですからね。はい。いやいやいや、もう。1位怖いわ、逆にもう。いや、待って、心を構えててくださいね。はい。それでは、いよいよ、グランプリに行きたいと思います。グランプリは、こちらの方です。1日3回。え、待って待って。朝ごはんって感じも。の、朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん。あ、もう一回。一日三回。いや、大げさじゃない、なんか普通と。だから AV 防止した。あ、そうなんですね。困ってます。そこにもやっぱり、原点として。原点。すごい。ありがとうございます。さあ、この方ご存知だと思うんですけども、はい、第1位はですね、なんと1年間1098回のジュン・ラブジョイさんですね。おめでとうございます。1日に3回、今年はウルードスで366日あるので1098回ということですね。すごい、おめでとうございます。すごいね。あくまでも番組調べでしょ。本人が1098回じゃないでしょ。そうですよ、はい、あの本当こちらの調べね、大体ねって予想ですもんね。うわー、でもすごいね。いや、エロの可能性を見ましたね。私聞かれてないんですけど、一人で。いや、別にいい。それでその負けず嫌いじゃないんですよ。いいでしょ、別に。もうタイトル取ってるんだから、もうね。やっぱね、一人組手をされるときは、松本さんは何をおかずにされますか。何おかず。道端のマッチョ。道端のマッチョ。え、ちょっとね、待ってください。はい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 、はい。道を歩いてる時もさらに、あ、できるかなという感じですか。だからもう想像で焼き付けます。道端に生えてるマッチョです。で、道端のマッチョは道端のその素人童貞っぽい人かなみたいな。そこはやっぱ大事なんですね。譲れないというか、ちょっとなんか恐れそうな、ウェイウェイしてない人が好き。だから洋食と和食じゃないけど、道端のマッチョと
真面目そうなっていうか、なんかその童貞っぽい人で、ああいいね、すごいね。ただ、わかんないです。回数的なもので言ったらどのぐらいなんですかね。回数。松本さんが1日3回を超えると、新チャンピオン決定となるんですよ。はい、3回ですよね。では、ちょっと松本さんは直近1週間で何回一人組でをされましたか。週1?ちょっと待って、あのじゃあ名乗り出てくんな何を止めてまでなんでそんな欲しがりさんなのよ。でも3位にも入って、3位にも入ってないよ。もうちょっと待って何の時間だったんですか。まあいいよ、エロかったからいいですよ。ちなみにその時は何を考えられてたんですか。一番近い一人組では、え、一番近いの、もう忘れるぐらい遥か昔ですね。あ、最近してないんですね。してないかも。あ、そうなんですか。あ、した。何を無事に、1ヶ月前ぐらいに、あのその新しいいっぱい買ったおもちゃで、何見たっけ、 SM プレイ見ました。あら、あの動画で。それは、女優さんがどっちですか、 S と M。 でも、いじめられてる女の子を見るのが好きなんで。それで、じゃあ男性目線で。あ、そう、男性目線で。はあ、いろんな見方があるのね。全部使ったんですか。いや、おもちゃはあの産まないから普通の強いやつ、強いやつですね。いやはい、ということで、はい、優勝はジュン・ラブユーさんでした。以上、一人組で大賞決定戦でした。おめでとうございます。こんな決定戦があるんですね。いや、なんで松本さんが入ってきたかがまだ謎だよ。ちょっと待ってくださいって来たからさ。これどうして MVP だから期待しちゃうけど、3位にも入らなかったらいいじゃん別にっていう。来年に向けて頑張ってもらってね。そしてこの放送をもって今年の配信終了になります。はい、エロかったですね。しかし1年振り返って、ごめんなさい、いきなり振り返っちゃって。いいんですよ、別に。エロかったっすね、裸一貫。どんどん増して、もうスピードが止まらなかったです。なんですかね、その見た目のエロさよりも、なんかこの中身の、この官能小説に近い感じの、頭を使う感じのエロさが、すごくエロいんだなってことに気がつかせてもらいましたね、1年。エロさがどんどんね。神ちゃん、どうでしたか、1年振り返ってのエロさは。ああ、もう私はもういろんな女優さんから、なんかエロの知識をたくさん吸収できた気がして、はい、本当にたくさんのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また年が明けてから、あってもエロさはさらにパワーアップしていくようにね。本当に来年もね、皆さんに寄り添いながら制作していきたいと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以上、年代最後の放送でした。ありがとうございました。良いお年を。良いお年を。正月の裸一貫はジ・ノンフィクション、ジューン・ラブユー。アメリカからたった一人で海を渡り、 AV の世界へ。なんか女の子好きと地獄に行っちゃう。いや、初めて行った、めちゃくちゃ気持ちよかった。もう化け物、ブカキしたいとか。でもやっぱりその別れた時にちゃんと、AV 界の黒船天使、彼女の全てに迫る。